皆さんこんにちは高知生態統計学分野の柿塚です私の研究室では難病の治療を目指した基礎研究を行っています特に力を入れているのが神経変性疾患、代謝性疾患、がんの3つの分野です今日は神経変性疾患の1つアルツハイマー病に対する最近の研究成果をお話しさせていただきます我々の研究で ホップの抽出物にアルツハイマー病モデルマウスに対する顕著な発症予防効果が観察されました。ホップというのは、ビールの苦味をつける成分でありますが、中国では古くより小薬として使われています。実際に我々が作成したアルツハイマー病モデルマウスにホップのエキスを投与することによって、 発症の予防、進行の遅延が観察されました。まず最初にアルツハイマー病の発症までの経過を簡単に説明させていただきます。アルツハイマー病の発症では A ベータと呼ばれる小さなペプチド断片が産生されることが最初のステップだと考えられています。A ベータは APP と呼ばれる大きな前躯体タンパク質の一部です。 この app は大きく2つの代謝経路によって分解されると考えられています。アルファセクレターゼで切断されますと、この切断は a ベータの中で起こりますので、もう ab はだは賛成されなくなります。一方え、ベータセクレターゼで切断され、それがさらにガンマセクレターゼで切断されることによって a ベータが産生されます。 すなわちこのガンマセクレターゼによる切断が Aβ の酸性に非常に重要なステップであるということがわかります。で酸性された Aβ は脳に蓄積しこのような老人犯というような病理像を形成しそれが引き金となって神経細胞が死にその結果記憶学習能力の低下が引き越され それが認知症という形になって現れます。アルツハイマー病の発症でもう一つ重要な点があります。それは A ベータの蓄積開始からアルツハイマー病発症までに10年から20年という非常に長い年月がかかるということです。もう少し具体的に説明しますと、A ベータの産生というのは 正常な方でも40歳代から始まると考えられています。アルツハイマー病ではこの A ベータの蓄積が急激に起こり、その後また長い年月を経た後、軽度認知障害、さらに認知症が引き起こされます。ですからアルツハイマー病の治療を考えたとき、特に A ベータの産生を抑制しようと考えると。 非常に長い年月にわたって治療薬、予防薬を飲み続けなければならないことが容易に推測できますですからアルツハイマー病の治療を考えるとこのような治療薬には安全性ということが最も重要な性質であるということが要求されますそこで我々はそのような安全性の高いアルツハイマー病の予防薬を提供するには どうすればいいかということを考えましたそこで目をつけたのが漢方薬です漢方薬は中国では何千年にわたって人に投与した実績があり概ね安全と考えられていますまたほとんどのものが蛍光で接種が可能でしたがって発症前にも自ら接種するということが可能となります 私たちのラボには1,500種類を超える植物エキスを持っておりましてそれらに対してですね先ほど見ました Aβ の酸性すなわちガンマセクレターゼの抑制活性を使用にスクリーニングいたしましたその結果生薬の皮腫科にガンマセクレターゼのに対する強い阻害効果があることを発見いたしました皮腫科とは一体何かということですが それは先ほどお話し,しましたように、ホップの目花の抽出物です。中国では、検疫薬、鎮痛剤として現在でも使用されていますし、近年、女性ホルモン用作用を有することが明らかとなり、更年期障害の治療等にも応用されております。一方、欧米では、ハーブとして不眠の改善、生活習慣病の予防にも使用されているそうです。 このスライドでは実際にホップエキスによって Aβ 特に Aβ40Aβ42 の分泌が抑制されるということを示した実験結果です。培養細胞に APP を発現させますと内在性のガンマセグレターゼによって Aβ の産生が起こります。そのような細胞に、えー、テスト薬 まあここではホップエキスですがを加えてその A ベータの酸性をエライザという方法で検出したものです。左側のダプトと呼ばれるものはすでに市販されているガンマセグレターゼの阻害剤です。でご覧のようにダプトおよびホップエキスの容量依存的に A ベータ40もしくは A ベータ402の酸性が抑制されているということがわかります。 次に我々はどのような構造物がこのガンマセクレターゼの阻害活性を持つのかということを検証しました。ここのスライドに示したのがその生成過程を表したフローチャートです。まず最初にブライダイヤ法という方法でホップエキスを水に溶ける分角と油に溶ける分角に分けました。このガンマセクレターゼ阻害活性が 油に溶ける分割に移行しましたのでその分割をさらに HPLC で分割し最終的な生成物を得るという流れですこれが最初に行った HPLC による有効成分の分離のパターンですこの最初の方に現れたところにガンマセクレターゼの阻害活性が研修されましたのでその後さらに 3つの HPLC を繰り返すことによってシングルピールつまままり単一物質にになるるで生成成をすることに成功しました1回の生成ではほんのわずかの量しか得られませんでしたのでこの生成過程を何十回も繰り返し最終的に 2mg の生成物を取得しそのものそれに対してさらに NMR 等での解析を行いました。 質量分析による結果この生成物の分子量は416であるということが分かりました NMR によって構造解析を行ったところご覧のような構造をしておりこれはガルシニアガルシニアリプトン HC で呼ばれている既存の物質であることが分かりましたこの物質はガルシアフクギという呼ばれる植物から生成した ものでやはり植物由来のものでありました続いてこのホップエキスにアルツハイマー病の予防効果があるかどうかをマウスにおいて検証することにいたしましたそのために使いましたのがモリス・ハクが考案した水迷路試験という方法でありますマウスは水が嫌いですので水に落としますとそこから逃れようと逃れる方法を探すために 泳ぎ回るわけですでこの実験ではプールの水を白濁させていますがある場所にマウスが避難できるプラットフォームが置かれていますまたこのプールには位置の目安となるような景色が書いてありましてマウスはその景色まあ、模様を目安にプラットフォームの場所を記憶するわけですですから健全な 記憶学習能力のあるマウスは1日目から5日目にかけてプラットフォームにたどり着く時間が短くなっていきますこれが実際に行った実験です下段に示すようにマウスはくるっと景色を見渡してプラットフォームのある一応思い出し即座にプラットフォームにたどり着きます実はこのマウスが ホップを取らせたアルツハイマー病モデルマウスです一方水のみを飲ましたアルツハイマー病モデルマウスは上段で示しておりますようにいつまでたってもプラットフォームの位置を思い出すことができませんですからプラットフォームにたどり着くまでに非常に長い時間がかかるわけです赤で示したのが野生型マウスでご覧いただけますように ホップエキスを飲ましたアルツハイマー病モデルマウスは野生型マウスとに匹敵する記憶学習能力を持っているということがわかります。次に実際にこのようなモデルで A ベータの蓄積がどうなっているのかをこうアルツハイマーこ A ベータ抗体を用いて解析をいたしました。赤で示した領域マウスの大脳皮質において 顕著な違いが見られます。水のみを飲ましたアルツハイマー病モデルマウスではこの茶色に示したようにベータの顕著な蓄積が認められますが、ホップを摂取させたマウスはその蓄積が大幅に減少しております。もちろん野生型マウスはほとんどそのような蓄積は認められません。このスライドは先ほどの部分を拡大したもので。 その花壇は実際に蓄積量を定量したものですが野生型マウスに比べアルツハイマー病モデルマウスで顕著な Aβ の蓄積があることその蓄積がホップエキスの投与によって抑制できることが見て取れますこれは別の実験ですが Aβ 蓄積に Aβ にシグマ性のある FBS という色素で染めた時の 蛍光像を示しています。これも先ほどと同様、えー、水のみを飲ました。アルツハイマー病モデルマウスでは顕著な a ベータの蓄積が観察されますが、その蓄積がホップエキスの同様によって抑制されていることが明らかとなります。まあ、以上の実験からホップエキスの摂取によって a ベータの蓄積を抑制し、アルツハイマー病の発症を予防することができたということを。 示したと考えております最初に言いましたが我々のラブではいろんな難病に対する治療を目指した基礎研究を行っておりますこれらのこのような研究にですね、興味ある方がいらっしゃいましたらぜひ私たちのラボに参加していただけたらありがたいと考えていますどうもご清聴ありがとうございました